それでは、お集まりの諸君、閣議を始めたいと思います。内閣総理大臣の宇津木宇都と申します。今日ね、お日柄もよく各自ね、自己紹介をしっかりしてもらって、これからの日本をね、しっかり運営していきよう、いきたい。じゃあ陸軍大臣。はい、私は陸軍大将コネなの陸軍大臣である。あ、じゃあ次まだ話は終わってない。陸軍静かにしてじゃあちょっとそこのちょっと野蛮な人野蛮な修行どうなのかな。このような言葉を使ってよろしい。そうだ、しましょう、撤回しましょう。早速辞任してもいいんだぞ。そうだと大臣、辞職を辞職待ってください、内閣を倒壊してしまいましょう。場所待ってください。そうしようか、首相がこの程度ではな。私はグル関東軍司令官、最近は大将だ。満州の守護を担当する。敵はソビエト。まだ言ってんねや。敵ソビエト。違う違うお違う、これ敵はボルシビキロシアだ。違う、シナとは友好を保ち、国心を行うべきである。まずはシナへの進軍が先である。コネナン君、落ち着きたまえ。わかりました。関東軍とはね、またゆっくり話し合いましょう。わかりました。では、さっきを、どうぞ。じゃあ、海の人。私が海軍大臣、押田重太郎である。重太郎君。海軍の指摘は、明国にあり。うん。シナの特殊権益。いや、ボルシビキロシアだ。シナである。シナの特殊権益を守るためにも、ぜひともアメリカに対して対抗すべきである。お前ら海軍は陸軍を運ぶための輸送艦を作ってればいいんだ。お前それ本気で言ってるのか。シナへ侵攻する、これが我が日本国の大事である。なるほどね。首相、なんだい、まともに話聞いてるのか。聞いてるよ聞いてるよ、シナでしょ、シナ聞いてるよ。シナ、シナ場所わかる？日本の西側だっけ。陸軍大臣、なんだ、一致団結して内閣総理大臣を潰そう。待ってくれ、早くないか。しよう、待て待て待て、まずは揃って総辞職を行えば内閣は回らん。内閣は瓦解する。閣議不一致、やめろ。君たちの代わりいくらでもいるんだぞ。関東軍は関東に引き持ってろ、満州でずっと遊んでるがいい。黙っ、坊主ふぬけが。お前か、もしかして三国同盟を三国同盟に対して拒絶しようという輩は。赤者が。私は連合艦隊総司令官山本敦六である。山本敦六、当然連合艦隊司令長官殿は輸送艦を指揮するんだよね。知論である。陸軍は、まあ、その命令は海軍大臣から発せられるものがあって、私の指導で決めるものではあるまい。もっともだね。大丈夫か君は。総理大臣大丈夫か君は。いや、君は、この閣議にあたって少し知能レベルが落ちてしまったのではないか。知能指数があまりにも低いぞ。やはり首相は変えてもらった方がいいんじゃないだろうか。待ってくれよ、お前らどういうことやね。これは関東軍から首相が出るぞ。海軍から総理大臣を出そう。有事の対応のために軍部から出すべきである。その通り。そうだそうだ、その通りだ。その通り。非常時日本では軍隊が総理大臣を職を得るべき。軍民統制な。そうだ、はいです。北条君。まあ。こいつらと違うぜ。これで宇津木君、君は一体どこの出身かね。私は海軍の出身である。本当かね、海軍ではそのような頭の悪いものはおなかったぞ。だから出身になっちゃったんだよ。スマートな軍人こそ海軍軍人。このような軍人は認めん。そうだそうだ、私も認めんぞ。海外あら、俺どこに仲間がおる。辞職しろ。
小根田君、ちょっと陸軍になんかいろいろ融通しようか、うち。あ、ほんと？うん、シナだっけ？行こう。よし！連合艦隊司令長官、はい、戦艦長門の手法を首相官邸に。連合艦隊ボスレガーリ命令、長門を東京湾に向けろ。てか、長門あんの？は？あった。内閣総理大臣はよほど国防に興味がないと思われる。こんな総理大臣ってダメだな。やっぱり女遊びばっかりしてるとよく聞くわ。やはり。なんで知ってんの？なんで知ってんだよ、やめろよ。貴様は伊藤先生のつもりかもしれないが、ん？お前ではダメだ。そっか。なんか。関東軍に関東軍の予算増やしてくれたらなんか融通するよ。え、本当？あんた。首相。閣議はここまでだ。首相、陸軍大臣が辞任した場合、私を陸軍大臣に。もちろんですよ。首相。なんだね。あの一地方軍の田舎も陸軍大臣。一地方軍とは何だ、国防の金だ。そうだ。高橋。所詮貴様らの満州の一地方軍に過ぎないではないか。中央の命令して。満州には10万の兵士の魂が眠っている。それを一地方とは何てことだ。私は700万人の総司令官だぞ。黙って言うこと聞け。海軍大臣、見ておられるか。陸軍ではこのように意見が割れておる。これでお先が知れてるな。本当にお先が知れておるな。それな。よし、じゃあ、閣議もこの辺にしちゃってさ。技術と生産が、まだ決まっておりませんぞ。そうだったね。じゃあ、首相、まずはどこから決めるんだね。まずは技術でしょ。技術ですか。うん。大臣、技術のラインは5ライン空いております。そう、まず5ライン空います。5ラインあります。じゃあ、陸軍のドクトリンと陸軍のドクトリンと歩兵のドクトリン。歩兵、1936年型歩兵やろ。で、陸軍ドクトリン、大規模戦闘計画やろ。いや、だから、あと戦車も欲しいな。そうやな、戦車も欲しいな。うん、軽戦車、それから当然、戦場の女神である歩兵のね。逮捕の機器をして。そう、野戦砲もちゃんとね、つけるんだよ。何を言ってるか、この先の時代を見据えて戦艦を研究するに決まってるだろう。そうです。本郷方大艦の建造がまだである。日本は島国だ。やはり時代は海だ。やはり戦艦を研究すべきだろう。黙れ、貴様ら輸送艦だけ作ってればいいんだ。陸軍さんは黙れ。先ほど陸軍さんは、砲兵は戦場の女神とおっしゃったな。確かに。海に浮かぶ女神は欲しくないかね。いらぬ。いらんの。いらんの。いらぬ。海に浮かぶ女神がなければ陸軍はどうやって海を渡るのかね。輸送艦だけ作ってればいいんだ。だからではこうしよう。空母艦載機は陸軍の管轄にしてもらいたい。あ、それで行こう。空軍の管轄は海の方がいいだろう。いや、空軍の管轄は陸軍だ。当然だ。戦に洋上が飛行できるのかね。シナ事変では航空機が大量に必要だ。そのためには陸軍の管轄にある必要がある。その通り。総理なんだね。総理はどうお考えか。まあ、喧嘩両成敗ってとこかな。つまり、どういうことだ。両成敗だ。今、海軍にあるのだぞ。何が両成敗だ。こちらが、待てこちら陸軍が単身に決まってるではないか。コネナン君、まずは海軍の要望も聞いてみよう。聞く必要ない。待て。君、海軍憎しで動いてない。ちょっと大丈夫。私は日本国の国防のために言ってるのだ。なるほど。じゃあ、コネナン君の要望は何だね。日本国の国防のためには、陸軍を軍拡せねばならない。なるほど。そのためには、陸戦ドクトリンを研究、歩兵を研究、野戦砲を研究、なおかつ戦車を研究。なるほどね。以上が陸軍の要求である。要求である。よし、じゃあ海軍の要求は何だね。海軍の要求は、しかるべき対面戦に備えて軍拡を行うものである。1、新型駆逐艦の研究。1、新型戦艦の研究。1、超大型戦艦の研究。1、空母の研究。1、魚雷の研究。1、軽空母の研究。以上、政府としては最大限協力を要請する。撃つ思想。なんだね。このような現実に見合ってない提案は破棄すべきである。そうだ、空母なんていうよくわからない兵器は作るべきではない。
我ら陸軍の提案は非常に現実的かつ合理的である。山本君、陸さんは空母の行方を知りたいようだ。なるほど、あ、なるほど。一概に飛ばしてやれ。連合艦隊総司令官より命令。空母赤城東京へ進め。あ、陸軍差し向けの海軍将に赤レンガ砲撃してやれ。横須賀新宿から出せ陸戦隊。よし、しょうがない。じゃあちょっと海軍省に六個師団を差し向けよう。戦争や。海軍省囲め。